私たちの生活の中には、食事の前後やお寺に行った時など、手を合わせる機会がたくさんあります。手を合わせると、なんとなく浄化されたような気持ちになったり、気持ちが落ち着いたりしますよね。霊的に見た時、陰と陽のエネルギーの極性というものがあります。簡単に言うと、プラスとマイナスです。陰はマイナス、陽はプラスです。 左手は陰のエネルギーを司っていて、右手は陽のエネルギーを司っています。これらを合わせると陰と陽の統合が起きます。そうすると私たちの体の中で、簡単に言うとバランスが取れます。つながって陰と陽のバランスが取れるので、浄化されたような感じがするのです。神社に行った時だけでなくても、気持ちが落ち着かない時に、 不安定な時不安や恐れが取り巻いている時静かに胸の前で合掌してみてみください。合唱する時手と手をちゃんと合わせて手の内側のところつまり手の付け根を胸の前でハート型に当てるのが本来の合掌です。その状態でただ深呼吸しているだけでスーッと落ち着いて浄化されてくるということが起きるのでお寺など関係なくやってみるといいです。 また手を合わせるのを一歩進めて手をこすり合わせるのもおすすめです手を合わせた時指先を下に向けますそしてこすります木つまりエネルギーがいっぱい集まってきて手が熱くなるまでこすります木とは気候の木のことですそうすると本当にエネルギーが高まりますこの温かい高まったエネルギーを 痛いところや調子の悪いところに当ててあげます。そう、手当てです。深呼吸しながら、あったかいのがなくなるまで、そのまま静かにしています。そうすると、本当にその場所が活性化してきて、例えば、調子が悪いところが元気になってみたりとか、人に当ててあげることで、その人の重さを取り除いてあげたりとか、いろんなことが手はできるんです。手当てというように、手には、 昔から不思議な力があって、お腹が痛かったり、どこかが痛かったりすると、普通に無意識に手を当てています。それは、手にそういったパワーが宿っていますよ、という無意識の反応なんです。よくヒーリングという言い方がありますが、これは誰にでもできるもので、そういった知恵というものが私たちには題在しているので、ぜひエネルギーを高めて手を当ててみてください。 これをお子さんと一緒にやってみることもおすすめです。転んで怪我をしたとき、こうして手を当ててごらんと教えてあげることで、重力をアップさせることができるので、ぜひ楽しみながらやってみてください。また、指先を見つめていると熱くなるのがわかりますよね。これは手の先に意識を向けるとエネルギーが集まってくるからです。手はとても敏感な場所であり、 一番エネルギーを感じられる場所でもあります。意識を向けているとエネルギーが流れてくるので、その流れてくるのがピリピリと感じるのです。これがエネルギーの流れです。指先はただ単にグーパーグーパーと握ったり開いたり、握ったり開いたりというのを意識的にやるだけでも脳の血流がアップし、脳が活性化します。手を刺激してあげることはとても良いことです。 ぜひやってみてください。